宇宙飛行士である。二度のミッションに参加した。ザリオチンは、トゥーラ州シチェキノで生まれ、バーセグレプスックハイアーミリタリースクールを卒業して、ロシア空軍のパイロットになった。生態管理学の学位も思っている。ザリオチンは1990年に宇宙飛行士に選ばれ、2000年にミールの最後の乗組員の一人になった。2002年には、ソユーズ・トママイナス1で、 国際宇宙ステーションも訪れた。1962年4月21日にトゥーラ州シチェキノで生まれた。父親はビクトール・ドミトリエヴィッチ・ザレティン。母親はバレンティナ・イバノブナ・ザレティナである。エレナ・ミハイロブナ・ザレティナと結婚し、息子が一人いる。趣味はチェス、スポーツ、ゲーム等である。彼は1983年にバーセグレプスク。 ハイアーミリタリーパイロットスクールを卒業し、パイロット工学の学位を取得した。1994年に、インターナショナルセンターオブトレーニングシステムズによる通信教育が終了すると、彼は生態管理学の修士号を取得した。ロシア連邦英雄を受賞している。1983年から1990年まで、パイロットとしてロシア空軍に従軍した。 1990年に宇宙飛行士としての派遣候補になり、1990年10月から1992年3月まで、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターで基礎的な訓練を受けた。1992年3月11日にテスト宇宙飛行士の資格が与えられた。1992年から1997年まで、ミールに行くための飛行訓練を受けた。 1997年9月から1998年7月までバックアップの機長としての訓練を受けた。1999年3月から5月にミールの機長の訓練を受けたが、1999年6月に財政的な理由のため打ち上げが中止され、ミールは無人となった。2000年4月4日から6月16日まで彼は機長として アレクサンドル・カレリィと共に、ソユーズ TM-30 で、初めて宇宙飛行を行い、ミールに滞在した。滞在中、彼は5時間3分の宇宙遊泳を行った。ありがとうございます。